6月28日月曜日、柳屋松沖にある津ヨットハーバーで水難救助訓練が行われました。中消防署では水難事故が多発する夏の時期を迎えるにあたって、救助活動を安全かつ迅速に行えるよう水難救助訓練を行っています。この日は水難救助隊や消防隊などの隊員24人が参加しました。訓練では救助に使用される資機材の装着方法や取り扱いの確認が行われました。また隊員は水面の要救助者を引き上げるために用いるスローバックの使い方の練習をしました。スローバックだぞ。スローバックは河川で救助する際に使用するもので、ロープを使って流される人を救助します。他にも組み立て式のボートを使って水中にいる要救助者の位置を特定する訓練も行われました。訓練では陸上にいる隊員と船を操縦する隊員が無線で連絡を取り合い、船の進路の確認や要救助者の位置を特定していました。最後には水難救助用の担架を使用した訓練が行われました。担架は堤防などの水面から離れた場所に要救助者を引き上げるために使用されます。これから夏になって夏休みなので、家族の方や友人の方などと海や川といった水辺に遊びに行くことも増えると思いますので、その時に小さいお子さんから目を離さない、また友人の方もお互いに注意喚起し合って楽しく水辺でのレジャーを楽しんでいただければなと思います。